い、これはですね、伊藤飯というね、ところからおかずプラスというか、先ほどおにぎりを食べたんですが、今度はね、豚汁ということで、いただきたいかなと思います。では、野菜を入れて、そして、走る具材がね、入ってる。結構ね、こう、豚肉とかね、こうやって大きいですね。で、こういうふうに、ものとかも結構ね、大きくて。では、いただきます。うん。なかなかの美味しさで、うん、結構いくりますね。人参も大きいですし、うん、大根も大きいし、じゃがいもも大きく、そしてどれも甘い、うん、どれも甘くて、その中にね、この、うん、煮立ってる、うん。感じで、うん、で豚肉も柔らかくてね、うん、まあこれはこれで、結構いける味わいだなというふうに思いますね。で、この肉も柔らかいし、うん、なかなかだよね、うん、あれです。結構8種類って具沢山だね。結構これいけますね。うん。大根、豚肉、玉ねぎ、じゃがいも、人参、ごぼう、こんにゃく、長いねぎと、まあ、柱入ってるってことで、どれもこれもみんな、でかいのがいいですね。うん。で、外に野菜の甘みと、で、この、うん、味わいがちゃんとしていて、うん、なかなかのいい味ですね。で、こうそれぞれとね、うん、甘みがあって、うまさがあってね、なかなかのいい味わいだなというふうに思います。これはこれで結構本当にいけて優しい味だなというふうにね思います。どうもありがとうございました。